タワラモト駅は奈良県四季郡タワラモト町恵比寿2にある近畿日本鉄道柏原線の駅である。本校ではタワラモト駅に隣接する近鉄タワラモト線の西タワラモト駅についても記載する。当駅は近鉄柏原線とタワラモト線との接続駅であるが、両者が別々の鉄道会社によって建設されたという歴史的経緯により、 それぞれが独立した駅を構えている。田原本線が近鉄になった1964年頃には、東駅と西田原本駅を現在の北側に移転して統合する構想があったが、人の流れが変わって悪影響を受けることを懸念した地元が反対して立ち消えになったという。相対式2面2線のホームを持つ地平駅。ホーム有校長は6両分。駅舎は、 下り線側と上り線側にそれぞれあり、上りホームと下りホームは地下道で連絡している。東口改札と下りホーム、西口改札と上りホームはそれぞれスロープでつながっている。ただし、地下道と両ホームの行き来は階段のみで、エスカレーター、エレベーターは設置されていない。天理駅管理の友人駅で、ピタパー以降カ対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。特急券及び定期券は専用の自動販売機にて即時購入が可能となっている。乗り場近鉄公式サイトの駅の情報では上記の表記になっているが、乗り場の行き先案内表では一点二番乗り場双方に奈良線の記号 A とともに大阪南場、尼崎、神戸三宮方面の表記が存在する。なお、不正規制へ行く場合は、 運賃特例があるため、大和最大寺駅経由でも大和八木駅経由でも、運賃は変わらない。東端式一面二線のホームを持つ、地平駅。駅舎は車止め部にあり、ホーム上には待合室もある。王子駅管理の友人駅で、ピタパー以降カ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。乗り場構内には、保線車両用の留置線に面して、 旧山和鉄道時代のホームが残されている。ホーム領駅の北側に、柏原線と田原本線をつなぐ連絡線が設けられており、車両の出入りが行える。柏原線からの分岐部分は便宜上、田原本信号上という名称が付けられている。さらに、田原本駅2番線最大地方に設置されている信号機は、出発信号機ではなく、場内信号機である。 また、下り線は、分岐手前に第一場内信号機があり、田原本線側に侵入すると、田原本線との合流手前に、第二場内信号機がある。現在は、この連絡線を通る、定期旅客営業列車はない。なお、1964年10月1日より1974年9月20日までは、この駅から、柏原線山和最大寺駅発着の普通列車もに、 往復設定されていた。2010年9月18日から20日の間、この連絡線を利用して、大和最大自発にした原本経由、新大事業臨時急行が運行された。2014年10月5日にも、生駒マ線、タワラモト線の近鉄合併50周年、記念イベントの一環として、臨時急行電車が連絡線を運行した。タワラモト駅。 西田原本駅を合わせると乗降客数は1日2万人近くに上る。しかし、駅周辺は民家が密集し、駅前に通じる道路は、強小な生活道路しかない。西口が新設されるまでは、田原本駅、西田原本駅相互の乗り換えには踏切を当たる、必要もあり、歩行者と自動車で混雑していた。そのため、田原本駅、 西田原本駅に挟まれた地域の駅前整備事業が行われ、幹線道路に接続して自動車の乗り入れを容易にした駅前広場を整備し、当駅に西口駅舎を設置することとなった。田原本駅、西口駅舎は2009年7月から工事に着手し、同年12月6日から使用が開始された。駅舎は黒い屋根と白い壁によるデザインになっている。 田原本駅の西口駅舎と西田原本駅間に通路を設けることにより、踏切を渡らずに乗り換え可能となったとともに、その通路に屋根が設けられたことにより、雨の日でも濡れずに乗り換えができるようになった。ただし前日の通り、上下ホームを結ぶ地下道はバリアフリー不対応のため、車椅子利用者などが当駅下りホームにしたタ駅間を乗り換えるには、 東口改札を利用して、踏切を渡る必要がある。田原本駅及び西田原本駅の利用状況の変遷を可表に示す。駅前広場に、奈良交通の田原本バスセンターバス停があり、下記路線が発着していたが、2017年4月1日のダイヤ変更をもって廃止された。以後は、病院が運行する送迎バスを利用することとなる。かつて存在していた。 路線にしたわらもと駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。